ね、ほら、今勝った大桑さんがちらっと見えますけど、バンして、くるって向くと、ここにもね、こっちの大桑の方が大きいですけどね、ありますからね。おお、すごいな。え、これ、ぐるぐるの方はどれ通りいいの？これは、ぐるぐるーって行ったら、あ、降りれる、降りれる。あ、こっちの方からとか、四方の方から津波の避難でパーッと逃げれるような構造なんでしょうね。へぇー。あ、こっちは出れるね。で、このままずっと歩いてって、熊野地郵便局。まあ、昔ながらの特定局って感じですね。まあ、ここは新宮の郵便局がね、ね、駅の反対側の方になりますけど、まあ、歩いても行けない距離のね、でもないところに、ね、大きい郵便局ありますからね。のどかな道です。そうだね、休日はやってないですね。年賀状の時期ですね。あ、こんなところに凪の湯。へえ。ザ・銭湯。これ銭湯の上がアパートになってんの？個人宅が上にあるってね、オーナーさんの家とかがあるっていうのはありますけど、面白い構造だし、400円って安いな。いいね。あ、そら、上マンションってなってるわ。面白い構造だ。そう、余裕あるからって、あんまりね、嫌だから、これまた、古めかしい。これ、読めますかね、今の子。これで健康保険歯科医ですよね。歯医者さんだったんですかね、ってことは。旧時代で、あ、ここか。今も歯医者さんありますね。きっと、もともとはあっちだったんでしょうね。あ、この前で、多分、早玉さんに、行く道だ。よしよし。だいぶ大回りしてましたね。あ、ちょうど駅前のところに戻ってきましたね。あ、とんだ大回りしたな。あ、とんだ大回りしたな、これ。よし。よし、頑張ってちょっと挽回しましょう。面白いですね。メラ医院っていう内科があって、メラクリニックっていう外科があるんですね。きっと、一緒のね、系列なんでしょうけど。あ、観光バスからね、曲がったりしてきてます。あの、曲がって、来る先の方から早玉さんがねあるわけでございます。よいしょ。ね、すごい、南紀名古屋。ああ、高速バスだ。あら、おい、いい香りがしてくるわ。あの、これはまあ、昔ながら、あ、前も前か前通ったことありましたね。うん、まあ、そっか、ここの前を通ってるわ。うん、ね、過去に。で、そこで税務署ね。そう、一つだけね、参ったることがありましてね。あの、今もうすぐお昼の時間ですよね。もうすぐ昼の12時という時間帯ですけど、考えてみたら、あの、夜中の12時から私何も食べてないんですよね。12時間、あの、ずーっと空いてるんで起きたまんまね。ちょっと仮眠は取りましたけど。まあまあ腹が減ってますね。そう。でね、ちょっと腹が、小腹が空いてきたかなと思った頃ぐらいにね、そのうちの車両にね、あの、ツアー客のね、皆さんも乗っておられまして、そのツアーのお客さんがね、道中ね、あの、お弁当が配られてね、もうあの、早めのお食事時間でございますって感じでね、なっておりまして、あ、また皆さんね、美味しそうなね、ツアーで出るね、お弁当ですからね、美味しそうな仕出し弁当をね、食べていらっしゃいましてね、まあ、思わぬ飯テロになってしまったというね、ところでございましてね、
まあまあね、食欲湧いてる。ただね、今日はね、食べたいものがね、ちゃんと決まってますからね。そう、何度かね、来たかったんですけど、本当はこの前のうどんの時にもね、こっそりおフレコで来たかったんですけどね、まあ、YouTube の企画だけでやってるわけじゃなくて、あ、ちなみにここで、列車通ってたら、いい景色が撮れそうですね。こんな感じ。そうだ、前来た時はちょうどあそこの今前に見えてるローソンがちょうどオープンした日だったんですよね。で、オープンの上り振ってるスタッフさんとかいましたね、そういえば。まあ、こっちの中の方が商店街のね、感じのになってますよね。こっちの中の方から撮ってた方のがいろいろ店もあるし、楽しいかなとは思います。うん。まあ、こっち側もね、もう結構ね、言うてお店ありましたけどね。そう、新宮の街は結構、熊野もそうですけどね、ぎゅっと詰まってますからね。で、街の規模で言うと、やっぱ熊野とかよりも全然大きいですからね。うん、今、市町村の規模で言ったら、まあ、和歌山市が一番でかいけど、2番目、あ、でも田辺の方が今大きいのか、そのね、人口とかそういった意味で言うと。まあですけど、田辺か新宮ぐるって感じですよね。この3点がちょうどポンポンポンと、縁をね固めてる感じですからね。で、中にあるのが福戸山町とか橋本市も和歌山ですよね、うん、そうそうそう。あれ、この前あれか、ワンちゃんが出てきてわーってやってたのってこの辺りでしたっけ。そうだ、この辺りだったよな。あ、ちなみにその時の模様がこれね。しばらく VTR 入れとこうか。これね。あ、こんにちは。ニハオ。ニハオ。ねえ。残念、私より遠くの人やったね。うん、ね、びっくりでしょ。これね、最初のその旅動画の時に起こったね、金ハプニングだったんですけどね。あれはなかなかカオスでしたからね。帰りは一応バス使った方が良さそうかな。今何時？ 12 時？ 12 時23分。やばい、めっちゃ時間過ぎてるじゃないですか。これ中見てたら間に合わねえな。ちょっと余分に寄りすぎましたね。よし、作戦変更でね、潔くバスで行きましょう。ただバスも30分に1本か。うまいこと来ればいいけど、昼飯はね、柿の葉寿司なんで、買ってね、中で食べれますからね、車内で広げてゆっくり食べながら移動すればいいですから、まあね、食事時間はね大丈夫だろうと。で、懐かしの地下通路ですよ。地味に毎回地下通路を通る山田さんっていうね、たらもう例のうどんのですからね。よいしょ。そうそうそう、うちのところでね、地味に細かくね、地下通路いろんなところ渡ってきてますけど、ここが2番目に渡った通路なんですよね。この撮影をした日にね、四日市の地下通路を最初に通った、あの動画が地味に伸びてますからね。そう、地味にね、ずっと再生入るんですけどね。あの時にここも実は通ってるんですよね、向こう側からですけど。よし、渡ってきたな。もうそこの前がハヤタムさんなんですけどね、ちょっと今日は
中入ってやっとったらちょっと12時50分の列車、ちょっともう30分切ってますからね。今日は あそこで大回りしすぎましたね。新宮駅のところでだいぶね、地図でこう行かなあかんのにこっちにずーっと行ってましたからね、そりゃあかんわっていうね。で、確かこの辺りに昆布屋さんなんてあったんだ。西はやはり昆布専門店あるんですね。ね、昆布店ってなってますもんね。まあ、それぐらいやはり関西ではやはり昆布大事なんですよね。京都あたりが強いんでしたっけ。ね。北海道で採れたのを舞鶴かどっかに持ってきて、鶴岡か舞鶴とか持ってきて、で、運んでね、こう、市内回してましたっていうことなんですよね。で、お、和歌山っぷ。ここだ、柿の魚さん。ここの柿の葉寿司が美味しいんですよね。柿の葉寿司っていうと奈良のイメージが強いですけどね。ここの柿の葉寿司美味しいですからね。買ってきましょう。ソフトクリームは今やってないのかな。これまで食べたソフトクリームがあったら一緒に買いたいところですけどね。